メラゾーマという呪文は偉大な呪文である。いきなりどうしたんだよ。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。大の大冒険で一番印象的な呪文といえば、メドローアでしょうか、フィンガーフレアボムズでしょうか、カイザーフェニックスでしょうか。そりゃたくさんのオリジナル呪文は出てきたけど。そうですね、特技も呪文もオリジナルがたくさんありますが、既存の呪文も漫画特有の色々な表現で見ることができました。確かに。その中でも登場機会が特に多いのが、メラゾーマ、ではないでしょうか。言われてみれば、ポップやアバンなどの味方勢力、ハドラーをはじめとする敵側勢力も多く使用する呪文です。そういえばそうか。ということで今回は大の大冒険での、メラゾーマ、をちょっと見ていきますよ。了解だぜ。ついでにドラクエ本編でのメラゾーマにもちょろっと触れます。なんたってメラゾーマだからな。まあそのゾーマは使わないんですが。そうだったっけ。それでは早速本編、行ってみよう。この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。メラゾーマ、英語名はカフリゾー、カフリゾー、またはカフリズ、カフリズのいずれかですね。あれ、なんで2種類？メラゾーマのさらなる上位の呪文、メラガイアーの登場の以前と以後の関係ですね。なるほど。ドラクエ3が初登場で、3で登場した伝説の大魔王ゾーマの名を冠す呪文で、ドラクエ3のゾーマ様の傀儡とも呼べるバラモスから始まり、ドラクエ5以降、ラスボス級が軒並みメラゾーマを使うという、単体火力最強呪文であり、シリーズでも特別な呪文です。でも肝心のゾーマ様は使えないんだよな。ゾーマは氷系の属性ですからね、相反する呪文はイメージと違ったのでは？まさしく大の大冒険の中で最強の呪文が生まれる仕組みなんだがな。ドラクエ3から約30年後、ゾーマ様もバトルロードで使用したりはするみたいですが、スタッフ側の粋な計らい、かな。ということでドラクエ本編でも特別な呪文であるメラゾーマ、大の大冒険の中でも様々な活躍をした呪文でもあります。いろいろな奴が使ったもんな。大の大冒険でのメラ系呪文は下級、というよりは火炎放射のようなイメージでした。発動する奴によっても全然形違うもんな。フレイザードが使い、後にポップが真似た、5本の指から5発のメラゾーマを一度に放つ、フィンガーフレアボムズ。大魔王バーンの魔法力の強大さを象徴する、不死鳥の形を宿した炎の鳥。カイザーフェニックス。地味ですがザボエラが使ってみせた、配下のサタンパピーラのメラゾーマを収束して放った、マホプラウス。のように別の形態で登場することも多くありました。そういやザボエラもやってたな、覚えてなかったかも。また、作中でポップが見せた最初の呪文で、ポップの成長や転機ともなる場面にもあった呪文です。ポップはメラ系が得意だったもんな。まだ勇者だとは名乗っていない、アバン先生の指導力、その偉大さを感じる一端にもなりました。ブラスじいちゃんが驚くのも当然だな。その後すぐに魔法トーンを食らってしまうのがポップらしいですが、ポップの実力と性格と両方出した一連の流れだったか。そして突如現れた元魔王ハドラーこと、魔軍司令ハドラーもメラ系を使ってきました。大魔王に使える2番手、ってのがバラモスとも同じだよな。このように序盤でもかなり登場した呪文で、同じ系統、で言えば偽勇者やブラスじいちゃんも使いましたね。最初に覚える呪文といえばメラ、って部分もあるしな。さっきも言いましたけど、ポップの成長とともに敵味方のメラゾーマも変化します。と言ってもメラゾーマが一番上だから成長も何もないだろ。例えば、例えば、クロコダインとの初戦、相手の強さを見誤ると、下級のメラを放ったりしてました。敵の力がわからないから MP の低い技で様子見、と思えば悪い行動でもない気もするけど。そうですね。逃げるための体力が必要ですからね。ですがこの時のメラがクロコダインには印象に残り、次戦のロモス城で見せたメラゾーマには驚きました。真空の斧でうまくかわされたけどな。その後、大魔導士マトリフに腫瘍をつけられ、ベタンなど強力な呪文を習得してもメラゾーマは主力呪文。極めつけはフレイザードの必殺技を真似た。フィンガーフレアボムズ。さすがに何度も聞いたから覚えてる。これポップは直接見てないんだよな。5本の指からそれぞれ1発のメラゾーマを放ち、計5発のメラゾーマを放つ大技。もともと使用していたフレイザードも一度しか使用しておらず、ポップの前では不発を見せただけ、ポップのセンスの高さが伺えます。もともとメラゾーマが得意なポップだからこそ、だろうな。ですが1ターンに5回行動する、って考えたら、どれだけヤバい、自分に負担がかかる行動をとってるのかもわかります。マトリフ師匠にもやめろって言われたんだっけ。それでも仲間のため、フィンガーフレアボムズを発動するポップですが、新たな呪文を習得する転機を迎えることとなります。あれだな。それです。ポップたちの前に現れた新たな敵、全身がオリハルコンでできたハドラー新鋭機ダンヒム。
チームはザボエラが放った、10発近いメラゾーマを収束させた、マホプラウスを食らってもダメージはまるでなく、ポップは普通の呪文ではオリハルコン兵士を倒せないと、マトリフに相談し、すべてを消滅させる呪文の習得となります。10発分で無理ならポップが両手からフィンガーフレアボムズを出せても無理だもんな。長らくポップを支えてきた呪文ですが、メドロワの習得以後はあまり使用しなくなります。火力最強を得たからな。ポップ以外の味方勢力が放ったメラゾーマはというと、かつてアバン先生がハドラーに放った時、三賢者アポロさんがフレイザードに放った一発と、あんまり有効打になっていません。そういやしてたなぐらいだもんな。逆に敵勢力が使ったものはかなり印象的。ハドラーからバーン様まで、ずっと活躍してたな。最初にデルムリン島でハドラーが見せたメラは、アストロンで守られてる大たちを精神的に追い詰めますし、ヒュンケルに放った時は鎧を貫通するための、騙し打ちも込みで近接で放ったゼロ距離のメラゾーマ。さすが極炎の魔王だな。大の大冒険ではギラ系の頂点であるベギラゴン、イオ系の頂点であるイオナズンなど、ベギラゴン、極大爆裂呪文、と表記しますが、これらの呪文は発動のために両腕を必要としますが、メラ系とヒャド系には極大呪文、という概念はなく、メラゾーマ、マヒャドは片手で放つことが可能です。それらの頂点はメドロワなんだもんな。ハドラーの放ったヘルズクロー越しのメラゾーマは、その特性をうまく使った発動だったと言えますね。そう考えたらフレイザードのフィンガーフレアボムズもだな。そういう面も含めて色々な要素があるのが大の大冒険のメラゾーマ。さっきも言いましたがフレイザードのフィンガーフレアボムズ、ザボエラのマホプラウスと新たな形へと昇華させて使用しています。それがポップの転機となるのも不思議な話だな。そのザボエラのマホプラウスを耐えてみせた、オリハルコン兵士ヒムもメラゾーマの力の使い手です。ヒムが直接メラゾーマを放つことはありませんが、オリハルコンの親衛騎団たちはそれぞれ攻撃呪文の力を宿し、アルビナスはギラ系、フェンブレンはバギ系、シグマはイオ系と、そのまま呪文を放ったり別の形で披露します。そういえば、あったあった。そしてヒムはその拳にメラ系の力を込めて放つ、ヒートナックル、という技をサババでの勇者戦で披露し、その後、ヒム自体のプロモーションもありオーラナックルへと進化させます。オーラナックルになるとメラは関係ないのかな。元々のヒートナックルに闘気を込めた、ハドラーの超魔爆炎波のような闘気と呪文の融合技だと思います。この姿の時の技だしな。そして敵側が使うメラゾーマの極めつけは、カイザーフェニックス。ですよね。これは直前のメラも込みで驚愕だったな。メラゾーマではない、メラだ。これは衝撃的だったな。大魔王のメラ、その威力を見る前に、ポップがメラゾーマと判断するところも地味にいいです。確かに、冷静に威力を分析できてるんだな。カイザーフェニックスはバーン様が使うメラゾーマであり特別な呪文ではなく、その姿と圧倒的な威力に敬意を示したものが呼び出したもの。忘れてしまうよな、これメラゾーマなんだよな。どちらの姿でも使用するので印象的な呪文ですね。そうだな、さっきのメラのイメージもあるから余計に、大魔王様とこのメラ呪文の印象は強いな。大魔王バーンの真の姿における究極の技、天地魔刀の構えでもこの呪文は組み込まれており、大の大冒険でのラスボスであるバーン様も、やはりメラゾーマを多用してくる存在でした。絶対メラ系以外にもいろんな呪文を習得してるはずだもんな。強大すぎる力への慢心化、老人姿の時も含めてあまりに多く披露しすぎましたね。確かに、代名詞とも言える呪文だしな。敵のメラゾーマはポップの成長とともにある、このカイザーフェニックスも例外ではなく、最初は大魔王バーンの強大すぎる魔力に、ただのメラに怯えていたポップたちでしたが、天地魔刀の構えを破り、このカイザーフェニックスも最後には克服してしまいました。おい、なんだか最後まで聞いてみれば、結局ポップの話がしたいだけなんじゃないのか。以上、大の大冒険とメラゾーマでした。ということでメラゾーマの話でした。あくまでメラゾーマの話なんだな。うるさいですね。でも確かにいろんなやつが使って、いろんな形で使ってたな。逆にマヒャドは北の勇者の場ぐらいなもので、ポップも習得してるらしいヒャダインを使ったこともありません。うん、ヒャダルコのイメージの方が強い。途中で言った親衛騎団が核属性を有している、という話を思えば、ヒャド系デイン系のいずれかをブロックが有してそうです。デイン系はドラゴンの騎士の特有のものっぽいからヒャド系かな、それでも全然想像はつかないが。元はゲームにも登場する一つの呪文ですが、これだけ様々な派生が生まれたとってもすごい呪文です。ちゃんと思い返したら本当に多かったな。ドラクエではないですが、スマブラ SP に登場する勇者も、必殺技でメラ、メラミ、メラゾーマと使いますが、メラゾーマ人気に代々が活躍した可能性、あると思います。いや、どうだろうか。それではここまでご視聴ありがとうございました。
また次回の気になる話題でお会いしましょう。また見てね。